俺だ。あ、思いっきりアドレナリンがプンプンしてんのはよ。バカな、てめえ干からびさせたはずなのになんで立ち上がるんだ。理由は、うわ、てめえ俺の治療用の点滴を飲んだのか。ほんのちょっぴりだが栄養補給させてもらったぜ。露伴はトンネルの中に捕まえてる奴を解放しろ。バカめ、ハイウェイスターはまだてめえの匂いを記憶しているぜ。どら、うわあ、ユウヤ、てめえらはおとなしくしてろ。俺の名は東方丈介、スタンドの名はクレイジーダイヤモンド。射程距離は短いがパンチの速度は時速60キロなんてあくびが出るスピードじゃねえんだぜ。測ったことはねえがよ、もっと近づけば時速300キロは出るぜ。おい、これ待て、俺はよ、まだ背骨は折れてるし、手足も折れてて寝返りも打てねえ負傷者なんだぜ。そんな情けねえ俺を直に痛めつけるっていうのかよ。分かった、悪かったよ、トンネルの中のやつ解放するよ。まだ生きてると思う、栄養補給すれば助かると思うぜ。だからまさかこんな怪我人をぶちのめすなんてそんな卑怯なことはしねえよな。そりゃ男のやることじゃねえよな。そうだ、卑怯だぞ。なるほどな、確かに怪我人をぶちのめすなんて後味の悪いことだ。とっても男らしくねえことだな、心の痛むことだ。そうだろ、こんな俺をぶちのめしたら嫌な気分がずっと残るぜ。だと思ってよ、おめえをすでに直しといた。え？動けるかい？動けるだろう。怪我はすっかり治っただろう。治っている。そう、一旦おめえを直せばよ、これで全然卑怯じゃねえわけだな。Mission failed. We'll get him next time.